ジェイ先輩です。ノクタン。ジェイコだよ、ノクタン。ムチのような触手でフックに引っ掛けて移動できるようになったので、天空にあるお城にも行けるし、いろんなお宝が取れると思いますが、そういえばまだチェックしてなかったので、まずは山の扉の方に行ってみたいと思います。うわ、なんだここ。砂漠みたいっていうか雪山。山ですし雪の方でしょうね。説明書があった。これだけでも先に来るべきですね。今まで手に入れてた謎のカードとコインについてか。装備できそうね。コインは井戸に投げ入れるのかな？全くもって説明はわからないけど、それでも絵だけで理解できるのはさすがです。ほんとね。うん。重要そうなヒントとか手がかりなんだろうけど。よくわからん。しかもセリフで文字の解読方法のヒントを言ってるような。そうも見えましたね。ただ解読は本気で難しいようなのでやめた方が良さそうです。素直にわからない外国語を喋っているんだなと思った方がいいと。ジェスチャーなどでなんとか意思疎通を試みましょう。これ最初からずっと装備できたのですね。どれがどれかよくわからないけど、まあピンチになったら防御力が上がる、であろうものを使います。そしてこの扉はまだ開きません。というかおそらく最後の最後で開けることになるでしょう。それが開くのならこのゲームのほぼ全ての謎を解いたくらいのレベルで。そんななんだ。そんななのです。なので今のところ忘れておきましょう。お。明らかに受けるダメージが減った？ほんとだね。ほとんど減らなくなった。いいじゃないの。そしてこういう宝ももう取れます。さて、天空にあるお城にも行けますが、まずは東にある森から攻めようと思います。むしろこっちに先に来てましたからね。よくわからずに引っ返したから。ここで祈ればセーブだってできたのでした。さあ本格的に進めそうですよ。そうそう、ここにちょうど井戸があったので、コインを投げ入れてみたいと思います。願いが叶うかな？そういう言い伝えも聞いたことあるけど。泉とかにコインを投げ入れるのとかは見たことありますね。そうね。入った。お？なんだこれ？あ、枠か。装備欄が増えた。そういうことでしたね。今説明書を見ればさらになるほどと納得です。ただ正直他の効果がわからないなぁ。これとか何なんだろう。まあ無難にピンチに攻撃力アップにしておきましたけど。それが良さそうね。さあようやく入れます。三色の封印ですね。緑はやっぱり盗まれてるんだ。しかも空の頂って、例の天空のお城かな。もしかしたらそれが最初になるかもね。これは狐くん、だよな。何か月桂冠みたいなのをかぶってるけど。かっこいいね。何度でも蘇ることを言ってるのでしょうか。あ、ショックか。毎回ここでビビるんだよな。どんなボスより強そうだもんね。なので万が一でも怒らせたくなくて、ここでふざけて攻撃、とかしたくないのです。下手すればもう撃ってくれなくなるかもしれないものね。そういうゲームもたまにありますから。戦うことになっても嫌だし。なので余計なことはしてません。まあそれがいいよ。特に何も隠れてはいないか。あ、やっぱり、右上の雲ゾーンに入ったようです。
ここがそうだったのね。当然のように雲がいます。暗くて申し訳ないのですが、少しでも明るい方に来てと思うも、なぜか止まってしまいます。逃げてるね。どういうこと？と上に行くと追ってきて、はい、なんとなくわかりましたね。最初は光に怯えているのかと思いましたが、明るいところでも動作は変わらなかったので、多分こちらと正対している時は逃げて、あまりにも近づくと攻撃、背を向けると一気に追いかけてくる性質のようです。そういうことか。なので相手したくないなら顔を向けつつ逃げればいいでしょう。まるで野生の熊と出会った時の対処法みたいですけど、まあ似たようなものですもんね。体より大きい雲なんて。熊に雲、ややこしいけどね。怪しい儀式をしてるなぁ。中断ごめんなさいね。一人の相手なら全然 OK。近くで仲間がやられると気づくね。悲鳴のせいかな。あれで巻き込めれば理想なんですが。あ、二人。いいね。もういないか。一気に突っ込んでいたら厳しかったかもな。彼らの祈りでは起動しなかったのに。そこはやっぱりキツネ君の素質がないと。英雄の風格。ここは金庫室だったの。ここは嬉しい。ダイナマイトみたいな縞模様の爆弾はよく手に入りますが、他の丸い爆弾や聖水タイプは少ないですから。そうね。司書と大聖堂という言葉だけわかります。あとは青い文字が気になるけど。なんでしょうねー。青い封印のマークがあるな。確か世界の根源だっけ。そんなところにこやつらがいるってことなのかな。セーブ像だけど光ってないからですよね。当然祈ってもダメで、柱を起動しないとダメか。何？そっちからも来ちゃったか。大きいのは大体こっちを見てるんだ。だけど見てるだけで近づかなければ襲ってはきません。こうして手を出さない限り。襲ってくるのは部下たちだね。兵士たちも似たような性質でしたね。大きい奴は一歩も動かないような。そうだったね。むしろその方がこちらは楽に戦えるというのに。よし、回復した。何？盾か。燃えたー。ああ、やっぱり時間では消えない。炎ダメージの方が大きいね。まだいたか？これでようやく。セーブ
像も動くよね。その数です。よっしゃここはスタミナかな。 HP はしばらく大丈夫そうだし、そろそろ上げておきたい。でもお金さえ集まれば他も上げられるね。そうですね。なので積極的に戦うのはいいことでしょう。メモリの半分ほど増えたかな。ここが金庫室の入り口でしょうか。巨大な扉だね。守りも硬いし、両方の柱を起動しないと開かないか。何？遠距離魔法。うお？ダメだこれ。回復した。あの魔法にはそういう効果もあるね。厄介すぎるな。なんとか倒しましたよ。あれ、もしかしてですか。上の三色の光がないもんね。つまりこれか。この柱も起動しないとダメそう。まあつまりこの辺にある全ての柱ってことだね。そうですね。片っ端から起動していきましょう。火炎壺の方を優先してエイムするから。なんか戦いづらかったです。あ、気づかれてる。邪魔だから壊しちゃおう。あいつらは魔法使いじゃないのか。それなら一方的だね。終わったかな。よし。え、あ、ここか。道が途切れてるね。おいいわ。どうするんだこれ。とりあえず奥に。あれ、マップがずれてるけど、キツネ君は本来この辺りです。なるほど。まあいいけど。今の状態で戦うのはきつい。一旦戻ってセーブし、上から攻めることにしました。結局いることはいるね。このでかいやつは燃やしてくるからな。まあ小さいやつも一緒だけど、その前に倒せるし。自滅させるのが一番楽ね。被害は少ない方だったかな。この柱はいけるな。下から来てるね。あ、やっぱり途中でやめるとダメなのか。これでさっきの柱もいけそうね。ただセーブしたから敵は復活してます。仕方ないけど。さっきの奥に来てみました。またずれてるけど。おっと、めっちゃずれてるね。
こにあるってことは反対にもありそう。なんでしょう、トナカイの角みたいな。効果がわからないからなぁ。あれ？足が速くない？速いね。明らかに違う。これがだいぶ遅く感じるもん。めちゃ速い？走ってるのとそんなに変わらないくらいね。いいなこれ、これはずっと使いたい。あ、マジでいけた。え、これキツネくんでは？英雄なの？なんだここ。いや英雄の墓なのはわかるけど、どうやら真ん中にはいけません。ふう、これでようやくですよ。今の英雄の墓はやや関係なかったですが、本題はこちらです。このラインを繋いできてここを開けると、そういうことね。さあ何が眠ってる。金庫室内部って、これですよね。要塞だって。また意味はわかんないけど、財宝があるというわけではなさそうです。あ、またこれ。ワープポイントか。ここが開いたと。またこれで各地に移動できるね。真っ赤な文字ほど怖いものはない。警告かなー。ここがさっきの絵ですよね。左の柱に何かマークがあったんだよな。あったね。そういう意味だったんだ。しかも工場兵器なの。は？いや、やばいわ。ひえ？ちょ、柱に隠れたいのに。小さい岩が邪魔してるね。攻撃できないんですけど。とりあえずこれの対処法は分かったね。それだけです。ちょっとだけ攻撃できたけど、こんなダメージじゃ話にならないぞ。うん、弱点がいくつかある。頭とコアみたいなのがあるかも。だけど内部を狙う余裕はないな。というか一生懸命走っても追いつけないほどです。足を速くしてもこれだもんね。ほんとですよ。頼みの魔法は弱いし。リーチの差が絶望的です。悲しいくらいね。後で考えたら、もしかしたら触手でどうにかできたかもですね。そうか、その手があるじゃない。それも後で冷静に考えてようやくです。この時はもう諦め始めてました。せめて半分くらい削れてれば希望は見えたのですが。そうだね。さらに爆弾やドローンを召喚してるし、さすがに来るのが早すぎたかな。行くのが早すぎる。何かを生んでるね。見えないけどドローンかな。ほとんど攻撃できないね。長さ5メートルくらいの剣とかない。あ、
そういえば見たね。見ましたね。あれ？いやさすがにどうなんだろう。ドローンは魔法で楽ですね。おい？いとも簡単に。ダンボールなの？この剣で当たりません。回復がないのは絶望的だね。この爆弾が一番厄介かも。ああ、最後に結構攻撃できたのにね。さすがに厳しかったなぁ。せめて攻撃力とか防御力を上げないと厳しいかも。いやさすがに回収は無理かな。入り口にあれば別だったけどねー。うわ、あとちょっと。これワンチャン回収してから逃げられないかな。普通ボス部屋は封鎖されるけどね。開いてる。やったー。逃げれるし。20程度ですが、回収したことによって強化が可能になりました。こんなことできるんだね。助かります。うん、問題なさそうですね。よかった。それじゃ最後強化して今回は終わりましょう。回収した甲斐があったね。やってみるものです。さて、次回は天空のお城に行ってみようかと思います。よければお楽しみに。ノクターン。また見てくれたら嬉しいな、ノクターン。